クロックタワー2、男女二人で実況プレイ。皆さん、こんにちは。こんばんは。ココロリンクゲームズ、ベイ君です。オカメです。クロックタワー2、実況続き、やっていきます。やってきます。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、今回は、えジェニファー編の、シナリオ3を攻略していくんですけども、まず、ヒント、メゲットしたんで、はい。7でね。はい。 ヘレンが主人公のラストシナリオでは,は、<laughs> ハリスから受け取ったアイテムに注意してください。それを使用すると、ハリスからなんか受け取ったっけいや、ラストシナリオで、ヘレンって書いてますよ。ヘレンからラストシナリオなんか受け取ったっヘレンが主人公の、ヘレンが主人公のラストシナリオハリスって言ってます誰よ。あ、暖炉の鍵か。ああ<ー>。調理場でもらってたやつか。ああ、あれ、ちょっと。もらってましたね。あれ、ハリスやんな。<ー>はい。 じゃあ調理場の鍵か。あ、じゃあじゃあじゃはい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 。じゃ今あれはヘレンでいいってことですか。あれヘレンでいい。ジェリフは関係ない。全く関係ないというこで。では行きましょう。わかりました。はい。さあ。はい。では。もうでもヒントをゲットしてからの。そうですね。あれはまああのそうですねヘレン編だったということで。はい。どうでしたっけ。 えーと。2>, 2やね。二なげに2やね。ねヘレンって書いてるけど、ジャイドも安心してる。はい。そうですね。全部ヘレンだったんで3番。3番ね。3番の。これですね。はいはいはい。全部ヘレンって書いてる。す。あ、いきます。安心してください、ね。お願いします。はい。さあ、シナリオもう三に3ってことはもう、城に行くんかな、やっぱり、ね。この ヘレン、無事に、ぐ、魔像、回収できたのかしら偶像っていうそう偶像なんとか魔の手とかやったっけええ忘れました。はい。ヘレンに会いに行けばいいのかなじゃあ。ということで、じゃあ、今多分家にいるんだよね。今家やったから。じゃあね、ヘレンに会いに行けばいいんだから。とりあえずじゃあ、右下もう会いに行っちゃう会いに行ったらいいんちゃうかもう、他行かなくていいうん。多分どうせ話、多分全員話に行くパターンやろ、これ。 そうなのかなうんうん。あれと一緒、あれと一緒。はいはいはい。ヘレン編と一緒やろ。俺も行くぜ俺も行くぜあ<ー>そういうことか。多分ついてくるパターンちゃうか、これは。はい。ジェニファー、シザーマンが図書館に現れたの。はぁ <laughs> 今でゴッツの事情聴取を受けてたんだけど。怪我はないのええー、それで魔像も回収できたわ。そんなちっちゃいかはい。 <laughs> っていう感じやんな、<あ>今の<な>。殺すはなしね。ベースは、ね。ースはなしね。ベース。それよりジェニファー、シザーマに関する手がか,かりがつかめたわ。来た来た来たきた。えバローズ一族が移住してくる前に住んでいた場所が分かったの。よっしゃ。イギリスにあるバローズ城というお城よ。そのまんまですな。バローズ城。てん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 。それでね、その城に関する記事になると外国にも怪物がそこに生まれたことがあったらしいな。 きっとそのときに何らかの方法で怪物を始末したはずだわじゃあバローズ城に行けばその方が分かるかもしれないのねええ断定はできないけどそう信じたいわ分かったじゃあ私他の人にも何を知らせておくねそうね特にゴッツ警報部には言っておかないと後でうるさいしバートン教授にも知らせておかないと <laughs> あんなじ初めていたな、うん じゃ行ってくれそうだねああいう風に使えるほーって読んじゃっよねなああんな使い方もあるということで皆さん覚えておいてくださいよ覚えまあこれみんなに会いに行くパタから立ち入り禁止になっている安心してくださいはい、じゃあホテル行こうかさあさあさあ僕も行くとかいいどうせ言うでしょうね僕も人殺したいって意味なの僕が犯人だよひどいってことじゃないんですかひどいな、相当によいや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  <あ><あ>姉ちゃん姉ちゃんあらどうしたのジェニファー,ーどうやらシザーマンの秘密が分かりそうなんですシザーマンの秘密のええー、イギリスにバウロ城という城があってもともとバローズジバローズはいそこに住んだのって<笑><笑>ふふふん興味なさそうだな <laughs> シザーマンの生まれ故郷ってわけねそうだよそれで私ヘレンとその城を調べに行こうともそんな大丈夫なの わかりませんけどわかりません。バクマン行くよお姉ちゃんはあ、エドワードバカのこと言わないでだってこのままじゃ僕も殺されちゃうかもしれないんだよよう言うわ。余裕は本当だね。いいでしょお姉ちゃん。わかったヘレンに行って、おいてあげるわ。あああお母さんのい方聞かずに。<laughs> あ お母さんゃああ、保護者で。じゃあ、ウィーク。ウィークと言うと。ウィークて言うと。ウィークと言うと。ウィークとろいろ新聞社。略しすぎちゃうあ、ジェニファー、トシガの館長がシザマに殺されたらしいぞ。知ってるその場にもヘレンがいたんだもの。どっちかっていうと、事故え、そうだったんだ警察のコメントじゃそこまで言ってなかったからな。言わねえべ あの、ノラン、シザーマンに関する手がかりが見つかったの。本当にええ、イギリスにバウロ城っていうお城がバラウズ城。うん、間違えた。シザーマンんだデビジーの手を見つけたのええ。よし、僕たちも行くよ、なんて今、チーム。Yes! 面白しい取材、ありそううね。なんで Yes って言った構わないかい、かジェニファー。ええ、そうしてもらえて私はかかるぜ、よ、今の。<laughs> よし、じゃあ、早速、デスクに許可をもらってくるよ。有給、休暇取るってことかな ?I'm fine, thank y o u a n d u v e r y much. はい。警部さん。警部法だ。怒られる、怒られる。そう言われる。そう言われる。警部報だ。警部報やからな。うるせえな。警部と警部法どっちが偉い知らん。法ってなんか補佐官、補助してそうやから偉くなって。養うちゃんはまたシザまが出たってな。まったくマスコミがうるせえぜ。実に面白い。 シザーマンと言われる人物が<に>ぜひ会ってみたいものだよ実に面白いってなん,なんかどっかで聞いたことあるなそのセリフあの警部さん私イギリスに行こうと思うんですそう警部補だあ,あ、言った言った言う <laughs> でもするのかそうじゃなくてイギリスにバローズ城というお城があるそうなんですそこへ行けばシザーマンに関する何かがわかるんじゃないかと思ってバローズ城ということはバローズ城がノルウェーに移住してくる前の住処かええたぶん あれ先生になった面白い実に面白いおや先生この事件はどうなるそれにお嬢ちゃんだって獣医の証人で勝手にホイホイとークへ行かれちゃ君も一緒に来ればいいあん私が主に犯人がシザーマンという格好をすることに何らかの意味があるのは間違いないそしてその意味はバロンス一族の格好を知ることでわかるかもしれないてん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 ははははははは 分かったよ、先生くっそー上司になんて、なんて説明すりゃいいんだ心配することない。この事件が悪すれば、君は英雄だ。悪いものじゃなきゃいいかな。はい。というわけで、皆さんに声をかけました。さあ、茶番も終わったことで。はーい。よし行こうかヘレンさんよ。どうや、上司。行こうじゃないか。おっ。来るかあ、ジェニファー、今、バラードジョイへ行く。メンバーの確認してたんだけど。 全部で10人もなっちまったよ。多いわね。ピクニック気分の人がいるのが心配だけどね。まあいいわ。明日の朝一番の飛行機で出発よ。レンタカーの飛行機、あ、しておったなんとかしざもんを倒そう方が見つかるといいな、ジュニフォー <laughs> なんでそこだけジュニフォうん。ジュニフォ,フォって言うんですか外人っぽかったかなと思って外人っぽくしたかったんですね。そうそうそう、はい、オーストロ空港。ー。はい。 あ、これね、これね。はい。はいはいはい。こから飛びます。飛びましたという分かすいはい、ロンドンへ行きました。そう。ロンドンゲームっていうことがありましたね、ボーイズ。ロンデン、ロンデン。日が暮れてきたな。はい。あれこう、迂回してますね、だいぶね。迂回して。はい。はい、右に行って。どこに城があるんだ、まず。な。夜になってきたから、ここは危険。今はここでキャンプしまそ。そうだな、その方がいいだろう。しまそ。うん。しまそ、しまそ。しまそ。 うどうせ誰かがいなくなるんでしょそうそうそう、そのパターンいたねわかってるわよ。おかしいわ、ジェニファー。どこに行ったかのシャワー。で、はい、はいはいはい、ごめんなはい。ああ、それはあなたがってい。おい、先生、ハリスとエドワード見なかったかケイがもう私が死んでるかどこにもいないんだよ。そんなー。ジェニファーもないんよ。まサイがどう思うか。なんで、グル,ル <laughs> バルジョンにすぎましょう。 なんで最後だけそんなフローってなんですかフローっぽいやろまあまあね。うん、そうだけでも外人きたラストシナリオなんとかなんとか。はい行きましょうか、じゃあ。さあ、どっからスタートやっぱ、そうだね。今、まあ、でもジェニファーになるの私たち。ああえられてるんけいきなりははジェニファーえジェニファー壊さないで僕だよはハリスえ何やってんのお前。 見せちゃったじゃん。行ってこかとかのどこ？<れ>みんなどこ？それさっきの格好。あこいつが？は？ああいつに言われたんだ。君をさらってくれば、君を僕にくれるってシカマの格好を殺せって。えー、ジェニファー。 こらやあうぐうぐー本物じゃいやーもういきなり始まったいきなりクライマックスですわーてかハリス死んだやんハリスバカ者だなーおこれどうするおいおいどうすんねんあここ隠れらんねえかここあれかここあれだー右が礼拝どうかあ無理だなこれが隠れんじゃっ隠れってかなんか武器あったんじゃここ武器武器武器あ、隠れ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 るって言わねえだろしゃ バレる、バレる。バレた。あえあ、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 ええー、い出れへんやろ、どう考えてんよそして。踏む、踏みつけ、<laughs> 踏みつけごめん。踏みつけごめん。っそくその部屋入りましょう。オッケー。<laughs> 全くハリスめ。えハリス死んだってことは死んでしまったバッドエンドじゃないですか、これは。まあ、全員生きてなあかんっていう、あれははーい。フラグですがね、じゃあこれは。 まさに読書は苦手だわそんなこと言ってる場合じゃないってはい宗教関係の本さまざまな国はいはいやべえハリスが死んでしまったなあっさりやったなはいこれは何本が積み上げられているはい無理や分かるこれはこの本は明らかにでかいよなそうね前き明らかに異常ですよね異常やこれはおは端が おすげえすげえナイスナイスナイスメモジェリンは知らない言語で書かれてるようだ。ヘリンかバートン先生なら読めるかも。お読めないメモ。読めないメモ。はい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 。いいですね。素晴らしい。やったーナイスナイスナイス。適当に調べてたらさ、いけたよね。やったやった探索大事やな、やっぱこのゲーム。じゃあ、え今の倒した部屋に戻っても良いかな、じゃあ。もちろんでございます。 ここから始まんのか。うちの論でございますよ。やばいなぁ。なぁ。え、どうす、これはバッドエイドって思ってやっていいのかなじゃあ。いや、わからん。はは、ハリスはメンバーに入ってないとか。ハリスはメンバーに入ってない。え実は。倒れてる、倒れてる。あ、倒れてるな。あ、化粧箱ないぞ。お、いらしてしまってる。あ、えお、ポケットの中に何か入ってる。お、釣り階段の鍵。お、やっと。だからどんどん、ええええええ え泣いてるポルターガイスと来たまた。えー、調べたいとこたくさんあるんだけど。あ、<ん>そうでもないな。ここしかないな。うん、化粧箱なくなってんねん。ほんとだ。あ、でも箱あるな。えー、マリアとリンテリーが雰囲気が十分違っている。嫌な感じ。ええ嫌な感じ。だけだけほ、うんとに机もう一回調べて机。机を、おっー、結局調べられる。うん、ううんこれ何聖杯聖杯。聖杯 戦争かうん変わった形の具が並んでいる何に使うのかしらはい以上ですか以上です細かいのないねあとはねうんあ念のためここで一回セーブしておきましょうあそうですね大事大事大事セーブということをね一切忘れてましたいやいや大事大事大事はいどちらでうんととりあえず2番2番かな2番でよろしいですかはいいお願いしますさよなはいいやでも全く新しいのでねちょっとね

ジェニファの知ってる教会とは少し違っているうわあ怖いよなんか右の奥もあんなあったっけなかったと思いますよなあすいませんねいろいろ調べたいな手前に戻れないっぽくないなんか今左から来ましたよねなんか気のせいじゃなくてこっちですかそうそうそこに行けなくっぽくない俺行けへんわやっぱりあ本当だあっそっかそこはあれやもん おーそこ後回しにしろかめじゃんはい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 。じゃ、まずは真ん中で。うん。はい。南京城で扉閉じられてるからか。あ、これ肩コンビやったっけねだったっけなんでしたっけオノマトペ。なんかそんなやつ。カチャ、カチャ、コチャ、カチャカチャ、カチコちチャン。あれこどっち行きます左、左、左。左いいですかいいんですかなんで左上だけ。左が外れやろわかんないですよ。いやもう外れ、外れイベントが始まったらどうしますか泣く。泣け。 あー <laughs> ほら言ったそばからなんだか嫌な匂いがする。目の前を見て、目の前を。<laughs> え死んでるんみんな死んでるじゃーんマジでやだーえこれゴッツしかも。ゴッツ A ですよ。えゴッツでしょうよ、どう見ても。もうゴッツ後ね。あとあと回しね。<laughs> ほらー、イベント始じなんだこれは怖いな。なあ。 おお、ないか。ないな。なんだこれは。スイッチかポチッとな。ん鍵穴鍵穴えオッケーオッケー。釣り階段使うんかわかんない。あとでちょっとやるから。うわ、怖い。怖い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 たの知らなかった。痛そういや、お前の後ろがな。これなんだ。それやんな、やっぱり。やっぱそれやんな。ゴッツよりかは。何大きなろうそくが。ろうそくを手に入れた。 マッチは。ない。んで、んで。生きてる。あ、生きてた、お嬢ちゃんが。どうやらまだ殺されな,なかったようだな。よかったよかった、持っ生きてた。警部さん、無事でよかった。おっと、警部補だ。はい<ー> <laughs> はい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 。<laughs> それか。<laughs> 警部さん、私、他の人たちも探してきますうんうん、うん。警部補だ。気をつけていくんだ。<laughs> 何回言うんだよ。<laughs> <laughs> おい、はい何回言うんだよ。もういいの終わり、ごっつは。あどうしますこれでもあっち調べましょうか、とりあえず。調べてみようか、じゃあね。貝穴は。うん あの、後ほど。オッ OK, OK, 了解了解、はい。多分ね、出れないと思うんですよ。出れまん。ここから。<laughs> だから多分鍵は使うべき、うん、釣り替え、釣り替えな方が違うんじゃないかと、うん、私たちは今予想しているから、ね、先にここを調べようという展開が待っているわけです、ね。なんて,て書いてる銅のプレートがどう、壁に上っている,てる取る。取った、取った。え天体の予想を描いているようだ。天体プレートを手に入れた。あ あ、やったあ、ドアじゃなかった、全然お母さんドアじゃなかったね。ただの、<laughs> えー、絵岸でしたね。全然ドアじゃなかった。ちょっといい調べさせてね。全然ドアじゃなかった、今。何もない。マジかあれ、何に使うのなんやろ。う全然ちゃうから、やっぱいいね。嬉しいね。面白いですね、やっぱね。嬉しいで。はい。じゃあ、まあ多分、釣り階段でしょう。えー、これ嬉ですね。え、え え、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 あ、あ、あ、無理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 ちく無理い。理無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 理これは理車。理無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 理い理無だ。無理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 い理無理無だ無理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 無い無理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 無 いや、この部屋やろ拷問んやろあ、急げ急げ急げ。急げ。来てない。よし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 。すげえ。よし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 。よし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 。あ、正解正解。よかったよかった。あ、これすげえすげえあ、これがあ、上、天井じゃなかったね。書いてるなわ。どっかに続いてるかしら。うん、なるほどね。なるほど。どこに行くんどこに行くんこれ。わかんない。上に行くん完全新マップやん、じゃあこれ。え、どこにつがってんだ、これ。な どこ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 ！どこどこどこダサゴソして、<laughs> ジェイブは衣装違うな、それは。<laughs> 真,っ赤真っ赤になったな今度は。ダサゴソして、はい、どこ？ああ、暖炉。暖炉ではないですか？ここは？<laughs> さっきの立ちと別の場所みたい。オッケーオッケーオッケー。はーい。なるほどね、見たことあるところに出ました。はい、引っ掛け傷。け傷はい。 何かないすっかりシみが浮きてんちゃんか、これもかしてそうかなしっかりすっかりすっかりですよはいはい、見てみて。すっかり好きやなぁ。文字が吹かれてるはい。ヒント 9! ありがとうヒント9、9ね。9ヒント。焦ってるわ。で、それ。上の箱も確か調べれるみけで。開けた瞬間にマッドハンドみたい。化粧箱。化粧箱。もうボロボロになってる。ほう。はい。 絵を見ようね。絵見ますか。はい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 。うん A、を見ようぜ。びっくりしたかな最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。また、ツイッターでも 更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまたバイバーイ